アップスジャパンのジェームスさん、そしてリバースインクの沼倉さん、株式会社コロプラネクス山上さんによるパネルトークに移りたいと思います。ではよろしくお願いいたします。モデレーターは藤井が務めます。では皆様よろしくお願いします。どうぞ。Hi, how are you? Hi, こんにちは。今までの公演、本当に僕の興味で選んで、僕すごい満足していて、皆さんいかがですか？それで、これから最後の2つのセッションは、これまでの、コンテンツ寄りの話から、投資寄りの話、あと事業サイドの話をちょっとしていきたいと思います。で、まずこのセッションでは、お三方、バンガンデスタートアップス の, ジェームスさんとリバースの、沼倉さんと、コロプラネクストの岡田さんのお三方に、VR での、事業としての、面白さとか、うまみとか問題とかそういうところに関して、お話しいただきたいと思います。通常こういうパネルって事前にちょっと打ち合わせをして、それが一番面白くてステージに上がったらつまんないってことがあるので、今回全く打ち合わせしてませんなので僕は最初に質問を1つか2つ投げたらあとお任せしますので、お好きにお話ししていただいて結構です。じゃあスライドをお願いします。でですね、まずですね、お三方、特にジェームスさんにまずお伺いしたいんですけれども、ジェームスさんの立場からすると、VR っていうのは一つの投資分野の一つに過ぎなくて、いわゆるテックフロンティアのところを全般から見た時の、そちらへの投資の状況、そしてその中での VR の意味っていうのをお話しいただいて、お二人にちょっと挟んでいただけるというのをまずお伺いします。分かりました。まず私は投資家として結構数年前からVR 業界見てきて、で確実に大きなプラットフォームになっていくと思ってます。最初は PC で、次はモバイルで、次は VR かつ AR になると思ってます。ただ投資目線から見るとタイミングはちょっと様子を見てる感じ で、なぜかというとモバイル時代のモバイル時代見るとキラーデバイス出てきたのは、2007年 iPhone で、そこからモバイルの上の大きな成功は、Uber とか WhatsApp とかあと Instagram とかで、 Uber は確か2009年設立で、で WhatsApp は2010年かな、で Instagram も Uber は2008年、WhatsApp は2009年、Instagram は2010年かな、その感じ、その流れだと思いますけど、つまり結構時間かかるんですよね。だから VR 業界で何がキラーデバイスになるかってまだあんまり見えてないんですよね。だからPSVR になるのか、それともオキュラスになるのか、それとも HTC VR になるか、まだ分かんないんですよね。なので僕らから見ると C 向けのビジネスは結構しばらく難しいんじゃないかと思っていて、でまずは B 向けの方が可能性あると。でそこからちょっと D バースの沼倉さんにと渡します。はい、ブーメキやってるのね。ぶんだけぐらいがそうだ。うちはですね、3年前からVR のコンテンツの開発とか始めてたんですけど、当初はやっぱりエンタメ方向から進めてたんですけど、その中でいろいろ映像をやったりだとかコンテンツを作ったりしていく中で、むしろ現場の方からビジネスサイドの方からこういうことできないかっていう話があって、今現在は建築とか空間デザインのを行うためのツールっていうのを今開発の方を始めました。なので私自身ももともとゲームとか大好きなんで、コンテンツの方からやりたいなとは思ってたんですけど、まだ今の VR の機器は、先ほどジェームズも言ってたんですけど、まだファミコン以前ぐらいかなと思ってまして、でこれからファミコンになるような
デファクト のハードが出てきて、でそれが登場してから多分本格的な動きになってくるので、我々の方で、まあ、やってる、まあ、ビジネスっていうのはビジネスから狙ったっていうよりは、まあ、今の段階からチャレンジしているものとしては、まあ、ビジネスが最も、まあ、角度が高くて、むしろこのビジネスで得た知見というのがこれから先デファクトのハードが出てきた際に転用したり、まあ、利用したりすることができるんじゃないかなと考えて今開発の方を行っています。どうやってつなげましょうかね。まあ、つまり質問したいんですけど、質問したい、OK、いいですか。あ、どうぞどうぞ。ちょっとさっきのフロンティアテックのところでお伺いしたんですけども、ジェームさん VR はまだ早いけど、多分他のフロンティアテックっていうと、まあ、フィンテックとかドローンとか、なんか AI とかロボットとかいろいろあると思うんですけども、その他のサブセクターと比べると VR ってやっぱりまだ早いということで、他のセクターに今お金は、まず他のフロンティアテックは、ブロックチェーンとか AI とかそういうのはプラットフォームとは言えないと思います。機能だと思います。なので VR と AR は全然違うプラットフォームなので、タイミング的に今かけるべきなのかってまだ分かんない感じですね。コロプラネクストさん、はい、まあ、投資の立場から言うと、はい、まあ、コロプラ自体は VR に結構今ガツンっていってらっしゃいますけど、はい、それは、まあ、ジェームさんの立場からすると一見逆のように見えるんですけれども、そこはどう、そういう意味ではですね、デムさんみたいな本当の、普通純投資をするようなベンチャーキャピタルっていうのはなかなかまだ VR には本腰は入れてない感じで、どちらかというとストラテジックな、まあ、Google さんとか、あとは、まあ、コックスコンとかダウンとかサンとか、その本業のところに関係、本業のところに、まあ、影響するような、まあ、新しい技術なり新しいコンテンツなりをどちらかというとアンテナ張るために投資してるっていう、まあ、投資家がまだ多いのかなと。コロプラもそういう意味では、コロプラは本業で VR のゲームと動画をやっていますので、まあ、そこがベースであるからこそ、まあ、投資に、まあ、本業とシナジーがあるようなことも考えつつ投資する、投資ができるという、まあ、踏み込めるという、まあ、そういう特殊なポジションになるのかなという気がします。あ、そういうの聞くとまだやっぱり本番じゃないんですよね。まあ、そういう意味ではまだ端末の、ね、出てる台数もまだ、ね、100万台、まあ、モバイルレートといいますけども、まだ全然なので、そういう意味ではまだコンシューマー市場がほぼない状況で、普通に投資するの早くねみたいな、そんな段階だと思います。そうですね。であと、まあ、コンテンツは、まあ、非常に面白いと思うんですけど、ビジネスとして成り立つかで、まあ、例えばゲーム会社は、まあ、うまくいったら非常にうまくいって、でそこで時価総額が跳ね上がって、でそこで、まあ、投資対象としてありかもしれないですけど、実際わかんないですよね。結構なんか、まあ、なんていうの、波があって何がいいのかわからないので、参入障壁結構低いし、怖いんですよ実際。なので実は DNA でベンチャー投資やってた時は、US のペンノーズと Verse、エンドリュー・ストロンホイツからその後調達した会社に投資したんですけど、その2つは、まあ、ペンノーズの方は VR のピクサーみたいな会社で、で Verse は、まあ、別のコンテンツで、で投資した理由はなんとなくこの人たちすごいなっていう感じで、本当に儲かるかどうか正直わかんないですよね。だから、まあ、自分の、ね、ファンドを運営するとやっぱりそういうところを考えますよね。スタジーチの面だけじゃなくて。これから調達のことを考えている方、結構調達ってアナログです。なので今みたいなところで結構見られるので、なのであんまりこうストラテジックなところっていうよりは、本当になんかなんていうの、相性みたいなところも結構大きいかと思います。相性っていうのはやっぱりすごく大きいですよね。まあ結局人と人なので、まあもちろんその大きな投資だと投資する側がね大きいと、まあ数人がうんって言わないとダメだけど、比較的小さいところだと結局個人の相性になることが多くて、
あの山倉さんはあの実際に、まあ、VR であのビジネスをやろうっていうことを言われて、であのプロダクトに関してはちょっと方向が時々変わったじゃないですか。で そういうそこの、そのプロセスっていうのは、まあ、投資を受けるっていうことをターゲットにしてそこは変わっていったんですか、それとも、まあ、ビジネスの、まあ、将来性みたいな、どちらかというと投資を受けるっていうよりはやっぱビジネスの将来性だとか、あと、まあ、我々さっき言ったようにあのむしろ我々が構築したっていうよりは現場からの声が大きくてこういうのやりたいっていうのがあったのでそちらの方向に進んだっていうのが一番大きかったですね。我々自身はさっき言ったようにもともとどちらかというとあのコンテンツを作ってたので、なので映像なのか、まあ、あのエンターテインメントなのか、あとあの実は今作ってるあのビジネス向けのツールにあのうちが、まあ、ピボットってあの方向転換する直前までうちはアミューズメント あの開発もやってたので、なのでそういった意味ではあのむしろなんか、ね、あの人数から出てきたみたいなところの方が大きかったです。もっと面白くまとめた方が良かったですか。いやいや、あの僕確かにあの山倉さん そのシューティングっていうかね、あのバイブを初めて体験させてもらったの山倉さんのオフィス であの時はヘリコプター上からやってきてババババババって、あ俺撃たれたみたいなことやっててで気がついたらあれあの建築向けのみたいな話になっていて、でも あっという間にあのプロダクトがもうできていてすごい早かったんですよね。そうですね、社内でいくつか同時にやっぱり走らせてたので、でその現場から出てきたのは現場から出てきたのであの開発の方を進めてて、でエンタメはエンタメでやってたりしてたので、だからそういった意味ではまだまだあの VR って一つだけ、例えばあのエンタメにしても何にしても一つに一球入魂するのって結構難しくて、あのそれをあのこうスケールさせるようなまだプラットフォームもできてないですし、だから我々結構いろんなものを同時にチャレンジしながらトライしてたところが大きかったです。あの、実際あのイノベーションってそのエリア的にはそんなに変わらないなと思っていて、例えばあのモバイルの時はあのそのインスタグラムは、まあ、フォトグラフィーだよ、でウーバーはトランスポーテーション、だからモバイルだからこの業界にどういう革命を起こせるのかっていうところを考えなきゃいけないなと思っていて、で VR に投資するより、まあ、VR があるから何ができるかで、 D-verse に投資した理由はまずあの ビーム系であればあの今、まあ、PC は、まあ2000ドルとかで、その後デバイスも6万とか、まあ、その場合かけないとあの、ね、なかなかいい、VR 体験できない、で、B 向けであればその金額は全然払うと思うし、で、あの設計とか建築っていうのはその、なんていうの、こういう2ディメンショナルの画面見て、でそこでこうやってあのクリックして、まあ、そういうインターフェースは実際そんなに向いてないと思ってまして、で、その VR 体験であればもう実際にそのワールドに入ってゴートモードでこうやってなんか道を作って木を置いてあの橋をあの作って、でそうすると、まあ、そこからあヒューマンモードにあの、ね、シュリンクしてそこに実際に作った世界を 歩けるっていうのは結構大きなイノベーションと思ったのでそこで投資したんですよね。だからあの、まあ、投資家として聞きたいのは VR があるからなんでこの業界にあの、大きな革命が出てくるんですかってあの聞きたいですね。あの実際こう案件としてあの投資してくださいっていう依頼は結構あると思うんですけど、特に、まあ、VR 分野であのその数っていうのは増えてるんですか？ VR 分野増えてますね。ただあのまだちょっとホビーな感じがしますね、趣味。ビジネスとしてスケール感が見えないってこと？場合によります、場合によります。それはコンテンツによってはあのまあ、サービスの種類によってはスケールはあんまり重要ではな指標ではない。コンテンツ系はちょっと弱い気がします。コンテンツなんかプラスアルファがないとなかなか難しいと思います。何かあの VR ならではのユニークさというものが必要だ。ユニークさというかあの、まさに衝撃が
ないと、コンテンツは何が当たるか分からないし、当たってもその後なんかどうや継続性があるかどうか分からないので、そうどうしてもそこも考えてしまいますね。ジェームスさんのところではそのいわゆる投資のラウンドとしては どのレベルのところをカバーしてるんですか？その超アリーシードからどの辺まで？ドシードから、まあ、アーリーというのはシリーズ A ぐらいで、ドシードはもう本当にアイディアベースで、で、まあできるだけ優秀なメンバー揃っててでそこからまあ開発始めますっていう、でその段階であれば本当になんかね、物を作れる人がメンバーに入ってないとなかなか投資しにくい、しづらい。で、でそのでシード段階であれば、まあ、プロダクトができてて、で、まあ、そこまでトラクションがないと。でもうちょっとデータであれば、実際の、まあ、小さくても実際のトラクションがある段階ですよね。まあ、そのぐらいのレンジですかね。山上さんの視点からすると、まあ、どういう会社もしくはサービスっていうリアル関連だとすると、どのあたりが美味しいっていうか、なんかいいなっていう我々はその、まあ、コロクラグループということで、まあ、結構 VR にも全方位で投資をしていまして、で、まあ、コンテンツの会社にもまあ、結構やってます。ポートフォリオの、まあ、2割ぐらいですかね。でただジェームさんおっしゃるようにコンテンツってなかなかどれが当たるかなかなか難しいところもあるので、どちらかというとこう今は少額でたくさんの会社にとりあえずいいチーム、まあ、いいチームもしくは実績があるいいチームがいればそこにこう細かく入れてるという状況ですね。でただやはりまだ市場がコンシューマー市場が小さくて、数年間生き残らないといけないので、そういう意味で一緒に投資するコインベスターといいますか、共同投資する人たちの顔ぶれも見ながらといいますか、まあ、結構プラットフォーマーがきちっとサポートしているような会社だと、まあ、ちょっと安心感があるというか、はい、そんな感じでこうちょっとリスクがバスみたいな感じなんですけども、もう、まあ、それでもコンテンツに入れてるって感じですね。コンテンツにも入れてるし、あとはその先ほどジェームさんおっしゃられたように B2B はまあやはり建築不動産業界は結構売り上げ立てている会社も出てきているというのは、やっぱりもともと 3D データというのがある中でそれを普通に VR に転用すればいいじゃんという話で、まあ企業向けのビジネスが早く立ち上がっているので、まあそういった B2B にもやはり注力しているかなと。でプラスあとはテクノロジーですね。まあ、VR にもちろん使われるテクノロジーですけれども、まあ、将来的には AR に使えるとか、あとはそのコンピュータービジョンとかポジショントラッキングとかになってくると、その、まあ、AR、VR 以外の普通 の, その、まあ、ドローンなのか自動運転なのかロボットなのか分かんないですけども、まあ、そういった別の分野でももしかしたら使えるかもしれないみたいな、テクノロジーであればまあ、リスクが下がるので、そういった形でテクノロジーのところにも投資したいし。根枕さん、ちょっと質問あります。はい。ずっと、まあ、3年前から VR やってましたっけ？はい。結構だいぶ前でしたね。で、まあ、今は VR は結構流行ってきたので、お金集めやすく、なんか VR、AI とかなんかいろいろ、それ入れれば、なんか、おなんか流行りもとかぶち込んじゃえばいいみたいな、フィンテックと VR、AI 増えてきましたね。でも、まあ、ね、多分1年半前とか2年前は全然違う環境だったと思いますけど、なんかどうだったんですか、その苦労をどう乗り越えたんですか？まあ、苦労といえば一番最初ジェームスも反対してたんですよね、うちに。反対だったんですよ。なのでうちは最初立ち上げた時7ヶ月間は投資は受けられなかったので、僕都内を全部歩いてました。でオフィスはタダで貸せって言って借りてました。なのですごいほとんど無一文でずっと回してましたけど、まあ、ただVR の可能性っていうのは多分ここに来られてる方も皆さん DK1 とか DK2 とか触った時に多分全員同じ思いを描いたはずなんですね。なのでそういった意味ではこれは絶対間違いないなっていうのがあったので、だからもうそれだけ糧にやってたような感じですかね。あとは実際に一番最初にじゃあ皆さんが使うところが何なのか、
先日藤井さんもつぶやいてましたけど、要は僕らって別に来年すごい爆裂するなんて全然思ってなくて、でもこれからまだ 2,3 年以上ずっと多分すごい時間がかかってで浸透していくものだっていうのはもう肌身に感じてるので、なのでそういった意味では一番最初にやっぱりビジネスとして成り立っていくものでそれをベースにしてまたその次に行けるものっていうのを、まあ、僕らベースに考えた時が、まあ、今のあのものになったっていうのが我々の経緯ですかね。沼倉さんお金がなかったっていう時期も全然お金がなさそうに見えなくて今と全然変わりがないっていうか、ただなんだろう、リアルでうまくいくっていうか成功するんだって、まあ、あからさまには言わないですけど、これできちんとビジネスをやるんだっていうものすごい強い意志があって、やっぱりそういう人たちは3年前からずっと今も続けてるし、で気がついたらなんとなく表には出ないけど何だろう、侵略みたいな感じで、エイリアン侵略みたいな感じで、なんか会社の中で VR 部作りましたとか、何だろう、会社を起こさなくてもきちっと活動が続いていて、やはり最初の情熱を持ってた人たちっていうのはまだ続いてるんだなっていうのを本当に思いますね。で新しいテクノロジーが出てくる時の、まあ、ハイプサイクルで、じゃあ今どのフェーズっていう話をする時に、まあ、最初のこのピークのまだ僕ら結構前の段階だと思ってて、多分これから1年ぐらいかけて、まあ、PSVR も出たのでこれからまあ3ヶ月ぐらいでグッと立ち上がって、でもしかしたらクリスマスぐらいで、あれってあれあのに雑誌で特集してたのにっていうのが来て、そこからもしかしたら来年の夏ぐらいまでちょっと厳しい時期が続くかもしれないんだけど、その後まあこう上り坂になってくるっていうのは、多分まあテクノロジーの金を乗せて信じると消えるわけが全くないの でまあそのサイクルで言うと、だいつぐらいをこうなんだろう、ビジネスが成り立つ時期、まあ皆さん数年って言ってますけど、それをもうちょっと正確に言うと、なんとなく裸として何年ぐらいがこうなんとなくこう安心して投資ができるとか、なんかビジネスもうちょっと安心こう一息つけるっていう、そういうフェーズっていつぐらいだと思いますか。まあ多分普及率と値段ずっと見ると思いますけど、まあモバイル時代であれば2年後とかなので、まあ PSVR でちょうどリリースしたので、もしかして1年後から面白いの出てくるんじゃないかと思ってます。国内と海外でまたちょっと違うと思うんですけど、やっぱグローバルの方がうち結構海外に行くことが多くて、グローバルの方がやっぱりビジネスの立ち上がりって早いんですよ。日本まだ全然むしろビジネスのところまで行ってないかなっていう感じがしてて、で海外の方はやっぱり早いので、おそらくまあここ1年から1年半ぐらいで ある程度初期のプレイヤーは多分出揃ってくると思います。まあ、それが成功するか失敗するかは置いとくとして、うん、プレイヤー自体は多分出揃ってきて、でそこから多分競争が始まるんじゃないかなと。で日本はちょっと今だからそういう意味だと遅れてるので、むしろ海外で淘汰され終わった後に日本の方に来るような状況っていうのが、まあ、今までと全く同じようなものが多分出てくるので、なのでもし、まあ、皆さんの中でそういったスタートアップだとかグローバルのサービスみたいなのもし考えられている方がいるんであれば、海外に、まあ、行くっていうのは一つの選択肢かなと思います。これなんでかっていうと、海外の方がみんなその場でいろいろ決めてるんですよ。こういうのやろうぜとか、うん、しかもすごい軽いノリで決めてます。で日本がなんでそこに入んないかっていうと、その場にいないっていう、それだけなんですよ。なのでその場にいればその輪の中に入れますし、いや俺こういうのやりたいとかっていうのでガンガン入っていけるので、なのでなんかグローバルのサービスやりたい方はむしろ海外行かれた方がそういった波には入れるんじゃないかなと感じています。そうですね、ちょっと今話ずれてその海外の話になったんですけども、我々も残念ながらですね、今まで投資30社ぐらいやってるんですけども、9割ぐらいが日本の会社がないんですよ。でそこはさっきやっぱり日本の会社、日本の多分 VR やってる人たちってその企業の中の、その先ほど言った何々部署で、その部署が大きくなってるってことはあると思うんですけども、外に出てこないんですよね、スピンアウトして。ただ特にアメリカだともうすぐに、VR に関わってた人たちはもうスピンアウト、会社辞めて
あの一緒にやってたあの信頼できる仲間と一緒に会社作ってスタートアップ作ってみたいな、そんな動きがもうすごい、特に西海岸、米国の西海岸は盛んなので、本当ボコボコ、まあ、面白い会社が出てきていて、で結果的にまあそっちの方が投資、そっちの方に投資していく形になってきてるんですけども、あのおそらくその外には出てないけども中では日本でもいろいろどんどんその VR の部門、 VR に関わってる人たちっていうのがあの勢力をつけてるというか大きくなってきてるはずなので、そういった人たちが外に出てきてくれると我々としては嬉しいなっていうのがありますね。でもあの先日海外にちょっといやあの向こうのオキュラスコネクトとかあの Steam デベロッパーデイズとかもあの山上さんとスケジュール一緒だったんで一緒に向こうで見てたりしてたんですけど、そんな大したことない会社でも結構お金集めてますよね。時間ですか。でまあ、すいません、こんな悲観的で申し訳ないんですけど、うん、あの本当に期待しますので、あの気軽に連絡してください。気軽に本当にあのちょうどいい感じで温まったところで終わるの本当に残念なんですけど、一緒に考えましょう。これはそうですね、あとは懇親会ありますから、そこで続いて議論できればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。ジェームズ